皆さんチュース、ムムエでーす。今日はね、この魔法使いのトロフィーをね、終わらせたいと思います。あのね、もうちょっとなんだよね。600、あと600か500ぐらいなんだけども、終わってなかったんで、ちょっと魔法使い終わらせます。この D3 だけかな、終わらせんの。このダイヤモンド3っていうかわかんないけど。D3 を終わらせたいと思います。D2 とか D1 はやんないかもね、魔法使い。手札悪いな。しゃ。これ手札悪いな。どうしよう。カタパルト。壁がねえもん、壁が。吹っ飛べ。おら。取れていく。取れる。ポイ捨て。さあ、こっから攻めていきたいけど、後ろにゴーレムいるんだよな。構えてるから、後ろでゴーレムが。はい。さあ、検証負けはしていない。多分。多分ですね。イェーイ、いいよ。検証負けはしていない。これは勝てるか？頑張れば。さあ、砦を守っていけば、ミノタウルス。さあ、ワンパン入っていく。いいね。さあ、ここでカエル、おー、カエル。強え、カエル。お、剣士で殺しに来てるか？いや、砦を取りに行きたい。スライムですね、ここで。あらららららいや、もう守りまーす。守りに入りまーす。一個引きますね。はい。とりあえずアシュラで。あぶねえ。オッケー。よーし、これはいいですね。いやー、最初これ手札さ、悪かったから負けたかなーって思ったけども。大丈夫でした。お相手さん、ポイポンさん、ありがとうございました。倍率かかってたかな、これ。2倍か ?3 倍か？お、2倍。いいですね。あ、もう終わるな、これ。次行きまーす。遠藤さん。普通の名前ですね、お相手さん。なんかね、最近見かけるわ、なんか。翔太さんとかって名前、普通のなんか、普通に使ってそうな名前をね、ちょっとね、この、白ドラのね、名前にしてる人とかたまにいるんだよね。翔太さんとか、中田さんとかさ。さあ、いい手札来い。うわぁ、壁がねえぞ。いや、まあ、今回のさ、このトロフィーバトル、全然壁が出てこない。ワイバンか。ちょっとワイバンで様子見するかな、じゃあ。さあ、お相手さん、これ、剣士、わかんねえな。どうだろう。偽装してるだけかもしんないし。大砲の打ち合いになると予想しまーす。よし。ちょっと早いか？でも大丈夫か？よし。やばい、ちょっと遅いぞ。遅いぞ。危ねえ、危ねえ。これは取らせてくれるか？あとワンパン。オッケー。さあ、ここからは、MK をそこに出して、
監視しまーす。どうだろう、まず Y 版で見てみます。あ、いるな、ダメだ、 Y 版使えない。どうしようか。ここでヴィーナスが出てくる。全然入んねえな、ヴィーナスに対しての攻撃は。さあ、そうしようかな。しゃ、まずいぞ、ゾンビをどう殺すかな。さあ、こっからはもう攻めるしかないです。やばい、第一斬りが来た。なんか第一斬りが来たって言い方もあれだけど。わあ、ゾンビ、お前ゾンビ、危ない、危ない、マンパ入る、入ってる、くそくそー、悔しい、これ負けたか、仕方ないな。いやー、やべえ、普通の名前使ってる人強えな。遠藤さん、ありがとうございました。さあ、これ2倍 ?3 倍か、どうだどうだどうだ。お、2倍、いいですね。次行きまーす。お、あれ?あれ?また遠藤さんじゃん。やべえやべえ、楽しい。ちょ、これはリベンジマッチですね。攻めに行きたい。いい手札来いよ。あ、ダメ。はい、ダメです。おー、いいよ、いいよ。これはもうちょ、リベンジマッチですね。もうボロ勝ちしに行きます。さっき手札悪かったからな。もう、ちょっと今の。今のは、言い訳になっちゃうんですけど。まあ、でも本当に手札悪かったんで、ちょっと。さあ、やっていこう。相手さんはゴブリンを持っている。もう取りに行くか、あそこ。取れるんじゃない?取れる!さあ、さあどうしようか、こっから。とりあえずドラゴンライダーだけでも倒してほしいな。ワンパン、ワンパン、あとワンパン。お、ワンパン入っていく。おー、ワンパン入ってるね。いいね。取れる!いいよ。しゃあ、これはリベンジマッチ。成功させていくか?あれ?ヴィーナス引っかかってね。しゃあ。またヴィーナスか。やばい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 。おお、走ってきてる。さあ、これは下げまーす。ライン下げます。ラグジョは無理ですね。デビルいるんで、1個目まで下げます、一気に。
コストを貯める、貯める。オッケー、オッケー。じゃあ、これは勝っていく。よーし、よーし。よっしゃ、リベンジ果たせましたね。遠藤さん、ありがとうございました。よーし、2倍。お、終わりました。やったね。皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあね。どうも、無名です。動画見てくれてありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、よければ、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。その他、こうした方がいいというアドバイスとか、質問とか、リクエストとか、お待ちしております。はい。ね、この、絵、この無名って書いてる隣に、なんかね、魚みたいな絵が書いてあるじゃん、これ。これね、白ドラのキャラなんだけど、マーマンって言うんだけども、これね、俺の自信作です。はい。あのね、これね、体ピンクで、唇紫だけど、これ本当は逆なんだよね。うん。体が紫色で、唇がピンク色。だからね、これ間違えてさ、こういう色の配分しちゃったから、マジなんかポケモンの色違いみたいになってるけど。うん。これね、他の人に見せたらさ、え、何このキャラクターみたいな。お前が描いたオリジナルキャラクターみたいなこと言われたんだけど、いやいや違います。本当にこれは、白ドラに出てくる正真正銘のね、正真正銘ってあっけ？商品正銘だっけ？わかんねえ。正真正銘のキャラクターですね。はい。いやね、これ友達がなんかゲラコビッチに見えるって言ってて、うん、そのゲラコビッチっていうのは、そのマリオ&ルイージの RPG に出てくるやつかな。のボスだと思うんだけど、そのゲラコビッチってやつで、俺最初知らなくて、検索したらさ、結構似てるわけよ。それで大爆笑して、やばかった。あのね、喋ることがなくなってきました。はい。皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。また見てください。じゃあね。